市長は馬鹿げた人造人間のことについて話すつもりはありません。居住許可を求めてるのでなければ力になれないわ。仕事を探しているの。傭兵タイプかしら。オープンな懸賞金はあまり多くないわ。マーケットの指名手配書をチェックしてくださいね。許可について聞きたい。一軒可能な家があります。町の中心地にあってマーケットのすぐ隣よ。インテリアで改装することも可能ですし、家具を作る道具も全て無料でついてきます。買うことにする。ここにカニがあります。緑の宝石のような町の住人としてあなたを歓迎させてくださいね。ジェネバ、新しい家を楽しんでね。市長の周りで変な真似はするなよ。分かったか。待て、用を足すならトイレ行け。まったく。許可は出してあります。それ以外は対応できません。自分じゃこれほどできなかった。お前の連れは問題起こしそうだな。注意してくれよ。今とっても忙しいので失礼します。いつでもオープンしてますよ。その鍵破るのに手が必要なら言って。抜き打ちテストの時間だ。だけどズイッキー先生、学校に通うには年を食いすぎてないか。あれからもっと学んだから、その知識を補強するために小さなテストをするわけだ。でも疲れたわ。全ての生徒から高い疲労度を検出しています。テストはまた後でもよろしいのでは。分かったよ。君たちの勝ちだ。テストは後にしよう。やった。
バラモンの頭が2つある理由は放射能だって知ってた？本当だよ。ああ、新しい学者さんが来ましたよ。算数の能力を試してみましょう。 12×15 は？180かな。正解です。ご両親はあなたを教育熱心に育てたのですね。家族、一番大切なものですよね。子供たちがよく話すこの愛というものは教育には欠かせないのです。子供は与えられる愛情すべてを必要としている。まあ取り乱さないでください。この話題になるといつも涙が流れるのはなぜでしょう。クイズではなく、行く前にもう一つ質問させてください。あまり大人と話す機会がありませんので。よく聞くこの愛についてなんですが、二人が全く違っていてもその相手に愛情を抱くことはできるのでしょうか。誰かを愛したらその人を抱きしめるの。その機会は明日はないかもしれない。ありがとうございます。決心がつきました。エドマ先生、ロボットの水を飲んだら病気になる。ここに来る子供たちは私にとって家族のようなものです。毎年みんなが成長して学ぶ姿を見るのはとっても幸せです。ズイッキー先生はプロフェッサー、インスティチュートの人造人間の作り方について新しい仮説がある。ああダメ、その話は禁止したの覚えてる。こんにちは。今日の無料の生物学授業に来たの？冷たい床の上で3日間寝てたのよ。そう、楽しみ。ええ、その熱意がいいわね。放射能が単体のものであるかのように言いますが、実際には放射能とは異なる数十本の電離線を示すのです。 X 線、β 線、ガンマ線があります。しかしどれを一番心配すべきでしょう。200年前の巨大な爆発に一番関係があるのは？ガンマ線？正解！ガンマ線は危険なんです。本当に良くないの。ガンマ線を大量に浴びれば疲労、無気力症を患い死に至る危険もあるわ。しかしある生命体はガンマ線にさらされて2世紀が経とうとしている。彼らはそれに適応してきた。どう？素晴らしいでしょ？ええ、興味深い。それが科学たるゆえんよ。すべてのものは同じ状態のまま存在しない。すべては反応するの。さて、今日の実地見学の時間よ。準備はいい？登録して。外に出てブロートフライの分泌線を見つける。現在の特大ブロートフライは前時代の種である小さなハエの進化種だということがわかるわ。放射能への適応を果たした結果、サイズに関わらずスピードを維持してバランスを取るユニークな線を備えることになりました。さてどうでしょう。解剖の準備はできてるかしら。ブロートフライの分泌線を入手する。線は忘れずに一箇所に集めてください。それと噛んだりしないように。それを噛んでひどい病気になった学生がいたわ。ねえドクターダフ、ブロートフライの解剖って楽しいの。刺されて死なないようにさえすればすぐに若手研究者になれるわ。この絵に触るな。大丈夫、触らないわ。よかった。ウォールは悪い奴から守ってくれているんだ。だから丁寧に扱ってくれてありがたい。何かためになる経験をしてみてもいいかもな。奉仕活動なんかやってみる気はないか？喜んで手伝うわ。このペンキわかるか？連邦中を探してももう一箇所でしか手に入らない。ハードウェアタウン、西に向かってすぐのところにある廃墟になった店。そこからペンキ一缶を持って帰ってきてくれれば100キャップを渡す。どうだ？実はここにすでにある。ああ、まさにそのペンキじゃないか。そのペンキをウォールに少し塗ってみてくれないか？
どんなもんか見てみよう。今の私の肉体はここで生まれ育った。ダーリン、本当にいいんですか？普通の女の子じゃないんですよ。ああ、完璧だ。もっと早く気づけばよかった。与えられた権限により、二人を夫と妻と宣言する。あなたは私が大きな決断をする手助けをしてくれました。ありがとうございます。ようやく愛というものが何なのか分かった気がします。何かいいものを見つけた？そんなに時間がかかってる。確かにこれが見たんだよ。なんで死なないんだ。
誰だったっけ。何か用なの。ええ、ブロートフライの分泌腺を持ってきたわ。頼まれてたから。ああ、現地視察そうだったよくやったわ。じゃあ見せて。この分泌腺はまさに放射線被曝に適応するための物質。人間の内臓も適応しているかもしれないけど、すごいと思わない？若手の新人科学者にご褒美をあげるわ。ドクターダフがビジターの対応をしてる。彼女に言って。ねえ、ドクターダフ。ああ、私の若手科学者がいた。あなたが生物学のフィールドワークを続けるよう祈ってる。ボールにペンキを塗るといい。その栄養を譲ろう。しっかり働いてる。ああ、これはいい色合いの緑だ。ボールも喜んでいるみたいだ。役に立ててよかった。光栄よ。礼儀正しい人と一緒に働くのはいいものだな。報酬と少ないがボーナスだ。ちょうどいい色合いの緑を持ってきてくれたからな。使い道はよく考えろよ。仕事で一番嬉しいのは報酬を得ること。